名古屋ボストン美術館名古屋ボストン美術館はかつて愛知県名古屋市中区金山に所在した美術館アメリカのボストン美術館の姉妹館名古屋ボストン美術館自身は資料の収集保有はせず展示資料はすべてボストン美術館から借り受けるシステムとなっている2018年10月8日をもって閉館したその後の施設利用は 名古屋市が公募することを検討している。名古屋ボストン美術館は、金山駅前の金山南ビルの2フロアを使用している。開館から2004年5月21日までは、上のフロアを古代オリエント、古代ギリシア、古代ローマ美術の常設展に使用していた。その後は廃止し、企画展用のスペース、オープンギャラリーとした。展覧会期間が重なるのは、 同時開催されたものを含む、米国のボストン美術館との姉妹館契約は20年間で、契約満了前に更新するかどうかを検討するとの内容だった。しかし、契約内容は、名古屋側に展示品の選定権がなく、ボストンの所蔵品と他の美術品を一緒に展示できないなど、名古屋側に不利な内容となっており、企画立案の足かせとなった。さらに、 開館後20年間でアメリカ側へ約5000万ドルを寄付することも見つけられていた。開館初年度の1999年、平成11年の入館者数は70万3000人を記録したものの、翌年度以降は年平均20万人と、当初予測していた平均33万人を下回り、慢性的な赤字が続いた。その結果、開館10年にして、 中部財界が拠出した設立、運営資金75億円はそこをつき、アメリカ側へ後半10年間で支払う寄付金37億円が残った。2002年、平成14年には研究部門の学芸部を廃止、開館から10年目にして閉館との報道が流れる。2005年、平成17年3月23日、運営主体の名古屋国際芸術文化、 交流財団の理事長に就任した小笠原秀夫、UFJ 銀行名誉顧問、名古屋商工会議所副会堂は、存続を前提に努力すると、記者会見、地元財界や愛知県、名古屋市など、関係団体に協力を求めるとともに、アメリカ側とも、寄付金の減額など、契約内容の変更を求めて交渉すると述べた。財団は、 まず2009年度からの後半10年の契約について、寄付金の残金37億円を17億円に減額することでアメリカ側と合意。次に、今後10年間の収支見込み全体では、支出予測から収入予測を差し引くと、なお55億円の不足が予想されることから、地元経済界に対し35億円の支援を、愛知県と名古屋市には、 首都圏が15億円ずつ拠出していた経営安定化基金30億を取り崩し、県と市でそれぞれ10億円、合計20億円の支援を要請した。美術館開館設立に先立つ1996年、平成8年1月に財団と愛知県、名古屋市の間で交わした覚書では、経営安定化基金は美術館解散の時には県と市に寄付すると決められ、 取り崩しを禁じ、赤字の補填も要請しないとされていたが、2006年、平成18年3月23日の名古屋市、議会経済水道委員会で、議論の末に支援が可決された。松原武久名古屋市長は、これが最後の支援と認識していると述べた。また、アメリカ側との交渉では、原則として、米国ボストン美術館の展示に合わせていた、企画に関し 名古屋側が独自に委員会を設け内容を決定して開催できるように変更。著名な芸術家など魅力的な企画展の開催と地元に密着した展示物の増加、子供の教育に関係した展示の拡大を図り、従来はアメリカ側の許可が必要だった展示室の利用を一部に限り名古屋側が良しに使えるような契約内容の変更も合意され、 ひとまず2018年までの存続が決定した。2019年3月に20年間の契約満了を迎えるが、その後の青写真は描けていない。2006年、平成18年9月に学芸部を復活し5名の学芸員を配置。同年10月に馬場俊吉が館長に就任した。しかし、2016年、平成28年5月25日において、 資金不足を理由に展示品を借り受けているボストン美術館との契約を2018年度末以降は更新しない方向で最終調整に入った名古屋国際芸術文化交流財団の理事会で報告し美術館施設の今後の利用についての検討を急いでいる2016年6月に開催された財団の評議委員会にて当館は ボストン美術館との契約を更新せず、2018年度末までに閉館することが決定した。2018年7月24日から10月8日、ハピネスから明日の幸せを求めてが名古屋ボストン美術館最終点となる。2018年6月11日名古屋市の収支では約34億円の赤字となる見込みを明らかにした。 1999年開館し、これまでに62億円を支出してきた。2018年10月閉館後の跡地、活用方法は白紙。名古屋市が金山南ビル3から5フロアを43億7000万円で取得し、運営する名古屋国際芸術文化交流財団に年1億円で貸し付けている。 名古屋市は取得費の他経営安定化基金に拠出した15億円や建物管理費など合わせた計62億円を支出。一方回収できたのは貸付料や基金の残金など128億円。名古屋市は東海地方の開発業者など98社にアンケートしたが美術館や博物館として利用する希望はなかった。名古屋ボストン美術館は 年4億円5億円程度の赤字が続いた。跡地としての活用も見通せていない。建築基準法に伴い、施設に窓はなく、特殊な空調を設けるなど、展示施設として作られているのが主な要因で、飲食店などとして利用するには、莫大な改修費が用となる。その改修費も数十億円が必要で、隣接するホテルの改修も行わないといけないため、 大規模なものになることも要因になっている。2011年2月26日から3月27日のビデミツ美術館日本陶器コレクションでボストン美術館収蔵品ではない作品のみの展覧会が初めて模様された。以前もボストン美術館収蔵品でない作品展示はあった第31回、のりたけの森第33回、 名古屋城障壁画などものの一部であり、展覧会作品全部が、ボストン美術館収蔵品でないのは、今回がであった。同様の取り組みは2013年10月19日から12月1日の、日本画を彩った巨匠たちから体感、西方多玉子北海道立近代美術館名品戦でも、行われた。このほか、2017年1月14日から2月26日の、 吉田博士木版画展は MOA 美術館2017年3月18日から5月14日の歌川広重東海道53時点は三菱東京 UFJ 銀行貨幣資料館現三菱 UFJ 銀行貨幣資料館の所蔵品を借り受けボストン美術館収蔵品でない展覧会となった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。